吹き地獄だよ。猛獣というには可愛いのがたくさん。ほんまや。ゴーヘルゴー、突き落としていこう。やあ、潜在ケースでよ。じゃあ早速次、会社目標、河原をクリアするってあるんですが、一旦これ置いといてレベル上げをしたい。で、レベル上げと並行してもう一つやってみたいなと思うことがあるんですよ。というのも、従業員のところ、例えば、トモリを選んで、従業員情報やけん、こうか。これ。ここにあるやつ、亡者にする。このゲーム、従業員も亡者として地獄に落とせるんですよ。これちょっとやってみたいんやけど、いいっすか。はい。あ、すっと消えた。そして、地獄に落とした従業員はですね、ユニーク亡者みたいに、一定の地獄に落とせば、イベントが見えるらしいんですよ。で、攻略サイトを見て調べてみた結果、ともりーは、復帰地獄に落とせばいい。あー、並んでる、こんな感じじゃ。お人よしとかビビリとか真面目とかさ、確かにそんな感じじゃ。もうなんかこの4つをさ、ともりーのことをさ、言い争うにはいい感じの情報やな、この4つ。というわけで、ここに送り込んでみます。そしたらイベント。情報通りですね。何ですか、八代さん。こんなとこに連れてきた。何の説明もなく、ここに連れてこられてる感じになってる。うむ、これからお前には、ここに入ってもらう。え？ここって、地獄にですか？そうやぜ。そうだ。うちの現場としてだとどうしても金が回らん。なのでしばらくの間、金策のためにお前を地獄に落とす。言ってること最低だな。嫌ですよ。さあ、そんな反応になるわ。釣り込み言わずに落ちろ。もともと亡者なんだし、元さやに戻るだけだって。言ってるけどめっちゃ最低なんやけど。うわ、これマジだ、マジなやつだ。ちゃんと金ができたら呼び戻すから。さよならともり。さ、レベル上げていこうよ。待って、パーティーメンバーをさ、地獄に落としとったらさ、こういう清掃業務に行けんのやな。まあ、しゃあない。今日のところは、回収不可なんで、このまま、業務終了で、一日進めるか。それは覚えとかなあかんね。忘れんように。例外なくここのステータス下がるんやな。なんですか、ここは。何の地獄なんですか。吹き地獄だよ。ここは吹き地獄。地獄の猛獣が一斉に群がり、容赦なくしゃぶり尽くされる地獄です。わっ、えげつないな。猛獣が群がり。わー、なんかバイオハザードとかでよく見る感じのやつかな、おそらく。猛獣というには可愛いのがたくさん。ほんまや。これ、AV って書いてアニマルビデオのパターンのやつじゃ。よかったー、そっちの AV かー。って、ちょっと待って、ちょっと待って、群がって。しゃぶり尽くされるって、そういうこと。やだやだ、くさがった。眼福眼福。あー、これビデオにしたらさ、1本1万円ぐらいで売れるかな。何この手って、地獄。むしろ天国じゃないですか。
猫カフェとかに行ってさ、こんな状況になるんだったら俺本望なんですけど、むしろ。この地獄の子犬ちゃんたちもさ、攻めどころって分かってるんだろうな、これ。さりげなくさ、手錠かけられとることもさ、これフェチポイントをくすぐりますね。こういうの、女の子がこういうひどい目に遭ってるの見るの好きな男だっているだろうに。おお、攻めるといいところ攻めてんな。前世そういうスケベな男だったじゃないの、この犬たち。まずい、なんか的確に弱いところ狙ってきますし。すごい素晴らしい調教を受けてるな。いいぞ、持ってやれ。そんなにペロペロしちゃダメです。くすぐったすぎる。長いな結構。ひどい目に遭っているボイス結構聞かせてくれるやん。まあ割と長いこと聞かせてくれるな。お嫁に行けないか、ともり、お嫁に行けないか。笑っちゃっていい気が。本当やめて、もう無理ですから。まだ続くんじゃ。さすが地獄。そりゃ5分や10分で終わらせるわけにはいかない。これは罰ゲームじゃないんだ。地獄の仕打ちなんだからな。そりゃそうだ。そこはダメなのに。どこがダメなんだ。何でその、そのベチャベチャって何なの。何の液体、何の液体なんそれ。この子犬ちゃんたちから出てくる唾液どころじゃないよ、唾液どころじゃないような量の液体飛び散ってますけど。やめてって言っても聞いてくれない。そりゃ猛獣だから。冷静にちょっと分析してんじゃねえよ。なんか私の弱いところちゃんと分かってるみたいに。地獄の亡者に休憩時間などあるわけないだろう。こんなのおかしくなりますって。やだやだ。お供に助けて。ダメ。めっちゃめちゃめちゃ言うもんな。何やってんだ。ただくすぐられる以上のことやったろうだろうって思うやけど、これ。人生でこんなにくすぐられることなんてないだろうにな、確かに。この子たち全然疲れてないみたいだし。いつまで続くの。だんだんおかしいなって一挙る。理性飛んで一挙るだこれ。だから終わったお腹は。もう笑う気力もなくなり始めてきてるからね。飛んだフェチビデオだ。2時間後。あダメな顔やってる、ダメな顔やってるわ。
多分 AV 女優でもここまでくすぐられたことはないでしょう。もう何にもわかんない。やばい、ゼータガンダムの最終話の神みたいになっとんじゃん、これ。あれは彗星かな。いや、彗星はもっとパーッと光るもんな。体ふやけちゃう。ダメこれ。癖になっちゃうか、トモリ、癖になっちゃうか。まだ舐められてる。ああ、終わりか。お疲れ様でした。なんか前のアリスちゃんとか時の時よりはさ、短い時間で終わっとるイメージやな。あ、やっと終わり。あれ、本日分ってことはまだまだ。あと何日続くんでしょうね。じゃあトモリン、パーティーメンバーから外したから次の時刻行ってみよう。次は何だろうな。ここはもしかしてまた。そうだ、そう、もしかしてまだなんだよ。さしがいいな、それはまさかだ。爽やかな声で言うな。あーって、いきなりダッシュで逃げるなって。逃げますよ、そりゃ。前はすごいひどい目にあったんですからね。でも、気持ちよかっただろ。すまんが、頼むよ。ほんのちょっと、ほんのちょっとだけ、先っちょだけ。ちゃんと出してくださいよ。出してじゃないか。また入れるけどな。わーてるって、俺を信用しろ。お前が信用する俺を信じろ。一番信用なんないんですが。お前もんなこれ。髪の毛つかんどるようなポジションでグー作るな、お前。というわけで、また地獄に送りましたんで。ここはなんか普通の部屋みたいですけど、広さはそんなにないかな。両手を広げたらどっちの壁にも届くし。問題です。あ、なんだ問題。いきなり何。最初はグーを初めて使った人は誰でしょう。あ、なんかそういう問題ありそうやな、クイズ番組とかで。最初にこれを使い始めた人は誰でしょう的な感じの。え、グー、最初は、確かにじゃんけんってなんで最初はグーなんだろうなって思うよな、言われてみれば。いやいや、何それ、分かる。確かに分かるわけねえな。いつぐらいから使い始めたかもちょっとうまい。あれ、じゃんけんっていつからやり始めたんだろう。平和時代からありましたって言われても俺信じてしまうぐらいさ、分からんな。そもそもなんでクイズ。時間切れです。おお、ちょっとこれまさか。なるほど、なんかやテレビ番組でありがちな、なんか昔やいよったさ、なんかトレとかさ、デロとかいう番組あったでしょ。なんかクイズ番組っていうか、謎解き番組的なやつ。あれになんか近いような感じやな。あと、キュートなお尻してますな、お前。肉付きがいいってお前から分かってたけど。コンプラのあれか知らんけど、パンツを奪うことを靴で隠すっていうね、そのコンプラ対策もバッチリですね。バッチリか。そんなわけあるか、お前。パンツ丸めだったら多分 YouTube アウトかもしれんけん、俺としては助かる。クイズに答えられなかったら壁が動いて挟まれるとか、そういう類のやつでは。やめてやめて、止まって止まって。なんかそうで見たことあるな、こう壁が迫ってきて潰されて死ぬ人。あ、止まった。はあ、さすがに1問だけでゲームオーバーみたいに厳しくはないか。そうだね、一安心一安心。いやいや、この動き幅だと3、4問でアウトで。トモリンはちょっと頭が弱いそうな傾向があるんで大丈夫かな。そうでなくても今の問題さ、東大王とかさ、うんちこ王とかでもなければさ、と答えられなさそうなレベルやもん。で、正解は俺気になるんやけど、
最初はグーをさ、最初に使った人誰？待って、気になるけん調べてきていいですか。それともこれエンター押したら答えてくれ、答えてくれないね。すごいモヤモヤするね。モヤモヤするからちょっとヤフーで調べてくるね。あーやばい、最初はグーで検索しようと思ったらさ、予測変換で発案者で出てきたぞ日本じゃんけん協会っていうかある、日本じゃんけん協会とかあるんじゃ。最初はグー、最初はグーを発明して、あ、志村けんなんじゃ。あ、ほうな、マジかなんか平安時代とか言ったけど、俺言うたけどさ、意外と現代なんやな。あ、志村けんさん、最初はグー志村けんさんなんじゃ。何気ない、大発明じゃないですか。お、意外と知っとる人でびっくりしたんやけど。あ、これは歴史とかそういう武将とか知っとる人だったら、好きな人だったらワンチャン知っとるかもしれんな。俺は知らんけど。クイズ番組になりがちなやつ。ちょっとこれも気になる、徳川家康のシーンか、ちょっと気になるけん、みんなも気になるでしょ。シーン天ぷらなんじゃ。あ、徳川家康天ぷらでガンになったとか言う。残り10秒。ああ、そんなこと言ってる場合じゃない。でも全然わかんない。いや、天ぷらって出てこんと思うよ。こんな偶然、とりあえず何でも言ってみようで天ぷら出てこんぞ。なんか授業で聞いたことあるような気がするけど。ああ、だいぶ歴史を先生がそういううんちく大好きな人だった。時間切れです。ああ、また動いてきた。ダメダメダメ、止まって。そう、頑張って抑えれば抑えるほどこういう発射ないお尻の肉が。ダメだ、びくともしないし、私じゃ無理。それに問題の答え言ってくれないからモヤモヤする。そうだね、また止まった。でもこれじゃやっぱりあと数問で私。でも問題ってことは正解すれば助かる。とりあえず何か言おう。まぐれで当たるかもしれないし。そうやな、こんなとこでぺちゃんこは絶対嫌だし。問題です。あー、来たー。ちょっとトモリのぺちゃんこな姿はもう見てみたいって思ってしまった。お、えげつない俺がおる。フグは威嚇するとき膨らみますが、どこを膨らませている？あれってどこなんだろう。人間の部位に例えたらさ、頬とか言ってしまうんだろうけどさ、絶対頬とか言う部位ないだろ魚にって思うよな。あれってなんだ、あれ。普通に考えればはいとか言ってしまいそうなもんやけどな。フグ、フグ、そりゃ呼吸して大きくなるんじゃないのって思うよな。でも多分それ安直やけん、はい、多分はい。不正解です。だよな、さすがにこれは。生徒ばったら地獄にならんでしょうが。これあれかな、ネットでこれも配信されとんかな。そんで本当にそのさ、答えられなかった人は、ま、罰ゲームとして死んでもらいますポンみたいな感じなんちゃうかな。そんな感じの配信やんよんちゃうかなって。でもこれじゃ次に間違ったら確実にアウト。うーん、そんなの嫌だ。でいきなりすごい簡単な問題が出てきたらどうしようかな。三角形の面積を答える公式を答えよ。問題です。ちょっとくらい休憩ください。ペジャンコは嫌。大人気バラエティ番組である絶後の部屋の第1回目のゲストを答えなさい。絶後の部屋なんかちょっと絶望絶妙に文字的とんやな。絶後の部屋なんかちょっと気になるタイトル来たな。絶後の部屋もしかしてこれトモリちゃんが見よった番組とかじゃないん。またジャンル全然違うし、せめて三択、三択にして。第1回目、第1回目、あれ相当長い番組だし古い人だよね。あー、もう昔の芸能人とか全然知らない。待って、ん、なんかこれつい最近聞いたような。マジか。そうだ、テレビ見てたらやつしろさんが言ったやつ。おー、マジ。時間に
何何ピーとか鳴らすな、人の名前でピー鳴らすな、お前。正解です。正解だった。正解しましたので今日のチャレンジは終了。あ、一回成功すればいいんじゃ。壁が戻ってくる。おお、おいおい、他の塾に比べてちょっとイージーなんじゃないのか。何か質問はありますか。質問タイムももう一回始めてきた。質問タイム、じゃあ今までの問題の答え教えて。そうだね。1問目から順番に。天ぷら、いとなります。あ、服ってさ、いい膨らまかせよんじゃ。あ、そうなんじゃ。あと1問目がさ、実在する芸能人やけん、ちゃんと伏せ字入っておけんな、これ。いかー、ちょっと惜しかったなぁ。って、そうじゃなくて。それではまた、明日のチャレンジでお会いしましょう。皆さん、さようなら。なんでそんなテレビ番組みたいな。ほんまやな、テレビ番組みたいになってる。それにしてもよかった。安心したらどっと疲れた。すごいな、この間、この大変な間にもさ、ちゃんとパンツは守りきっとるからな。靴でちゃんとパンツのアングルは守りきっとるからな、これ。素晴らしいな。でもさっきまた明日って、もしかして明日もこれやらされるの。明日の運命はどっち。やつしろさん、早く助けて。これ対決計画、対決企画とかやってほしいんやけど、ともりちゃんともう一人ぐらいさ、ここに落としてさ、対決、負けた方は潰されるみたいな感じでやってほしいんやけど、ダメかな。キリクが消臭剤をくれたんやけど、デバフアイテムやって。さすが潔癖症。気づいたらメズイベントがね、始まっとったんで、途中からコンボが繋がらんな。タイミングがむずすぎじゃないか、これ。なんか定期的にゲームやってんな、お前。繋がるって日野瀬は言ってたけど、ガセじゃねえの。八代様、少々お貸しください。ん？いいよ。飛び込みからの密着具合が重要で、この位置なら最速入力で間に合います。なんで知ってんだよ。うわ、すげえ！見てるだけで簡単にできるなんてな。本来は医療用機材なのですが、もしかしたら内視鏡などの操作ができるおかげかもしれません。ああ、なるほどな。パッドなんかの操作はお手の物ってことか。だから全然違う気がするんやけど。操作系はかなり違いますが、八代様の操作を見て覚えることができました。洞察力が高いんやな、ロボットだけに。もしかしてメズと対戦練習してたら強くなるんじゃね。そしたら一ノ瀬のやつを今度こそメタメタに。陶器、いえ、私は構いませんが、やめておいた方がいいかと思います。うん、今気づいた。どう頑張っても俺じゃ勝てない。一ノ瀬とやる前に俺の心が折れそう。そうなるかと存じます。そんなに強いな。お世話ボロボなら接待プレイとかできない。やったことはありませんが、そこまでおっしゃるなら試してみますか。まあ俺はゲームじゃなくてベッドの上の接待プレイをやってほしいんだけど。よし、じゃあちょっと大変じゃないよ。何が大変じゃ、対戦やってみよう。ビシュッダカダカダカズバーンズバーン、いやーん、あっという間に八代の持ちキャラがやられた。わあ、やっぱクソ強いじゃないか。やめだやめだ、さすがに勝てんわ。すみません、手加減ができなくて。メズパイのせいじゃないよ。ああ、謝らなくてもいいって、無理言ったの俺だしな。それでは八代様、いいタイミングではありますし、そろそろお休みになられた方が。いや、俺はメズパイとベッドの上で第2ラウンドやりたいね。明日もお仕事です。はあ、もうちょっと遊びたいところだけど、まあ眠いし、そうするか。歯磨きのご用意ができております。え、何、磨いてくれる。早っ、いつの間に。何、仕上げはお母さんみたいな感じなん。中心時は校内に雑菌などもたまりやすいとのことです。なのでこちらで念入りに磨いてくださいませ。おう、なんなら
私が磨いて差し上げましょうか。何お前顔諦めてんだよ。いや、そこまではいいって。ではその間に私はベッドメイキングをいたしましょう。お前がベッドメイキングって言うたらなんかいやらしく聞こえるのなんだろうな。角を立たせてシュッシュッササササ。わざわざ効果音を口で言わんでいいのに。手際いいな。看護用機材としてベッドメイキングは基本です。まあそうか、看護用？まあいいか。八代様、こちらが就寝用のパジャマです。別に T シャツでいいんだが、まあせっかく用意してくれるなら着るか。枕カバー、シーツ、衣服、すべて今日洗濯済みです。ああ、サンキュー。いや、至れり尽くせりすぎて、なんというか。歯は磨き終わりましたか？それでしたらこちらの水でゆすいでください。歯磨きが終わりましたら次はおしっこですね。え、俺子供か？俺小さい子供か？待て待て待て、俺は子供か？言われてもそのくらいできるっての？そうですか。それでは消灯しますのでおやすみなさい。介護用っていうかさ、その保育園とかに貴重な人材じゃない。そっちに就職すればよかったんじゃないかなっていうレベルでな。あーやばい、これ一回クラなったらさ、そのまた明るくなった時にはなんかスチルが出てくるっていうなんか定番がありそうな気がする。おい、ちょっと耳元でささやきみたいな声聞こえてきたよ。あら、また電気が。いかがなされましたか？やっぱりおしっこ。なんかことが起こる前にさ、電気つけられたけんさ、筋出てこんかった、残念。いやいや、違う違う、俺ももう寝るからメズは行ってくれていいぞ。もしかしたら俺も一人でやることがあるかもだし、今日のお世話おしまい、終了です。ですが夜中に何かある際に私がそばにいれば安心ではないでしょうか。安心ではないです。あまり俺の性欲的なそういうムラムラ感が安心ではないです。いや、それぐらい自分でできるから、メズはちゃんと充電してろ。うちはホワイト企業で通ってるのに深夜まで働かせるわけにはいかん。わかりました。そんな目で見てもダメ、今日は戻りなさい。はい、おやすみなさいませ。いろいろしてくれるのはいいけど、さすがに寝る時までとなると息が詰まるからな。八代様。なに？いきなりそんな顔真っ赤にされてさ、名前呼ばれたらさ、なんか発情してるみたいな感じになってるよお前。お世話が足りません。もっとお世話したい、お世話したい、お世話したい、お世話したい。ね、そのメイド的欲求。お世話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 。それは余計なお世話。そんなお世話したい欲求が駆られてレベルアップした結果、何を覚えるというの、のしかかるな。いくらお世話だからってのしかかるな。どういうお世話なんじゃそれは。のしかかるでどういうお世話なんじゃ。大ボリュームが空を舞うとか言うで。攻撃力打撃、プロレスラーの技やんもう。プロレスラーは技やけんなそれ。おい、どっちかって言ったらお前ポケモンだったらガオガエンとかがやりそうな技じゃないかお前。まったくもう。そして切り食いイベント、必要なもんは買った。だあれとあれと、まあ大丈夫だろう。ついでに揚げたてコロッケいくつか買って公園でもぶらつくか。なんかしょっちゅう公園競技気がするな。あー、いい天気だな。そこらのベンチでのんびり。あそこにいるのはキリクチじゃんか。おーい、キリク。なんだ、八代か。なんかお前しょっちゅうそこにおる気がするんやけど。なんだとはなんだよ、何してんのお前。なんか気が乗らないというか、アンニュイな気分だから日光浴してた。なんだよそれ、アンニュイな気分と日光浴って関係あんのか。日光を浴びたらなんか
脳内物質が出てなんかにいいとか聞いた気がする。半分以上よくわからん情報喋ってんなお前。あやふやな情報だなおい。てかいい匂いする。何買ってきたの？ああ商店街の揚げたてコロッケ公園で食べようと思ってな。いいじゃんちょうだい。お前のなんだか。まあいくつか買ってきたし別にいいか。やったぜかわいい言い方。このコロッケお気に召したようでよかった。いいだろ商店街の行きつけだ。行くときあったら私も買い食いしよう働かずに食う飯はうまいか。働かずに食う飯が一番おいしいんだ確かにそうかもしれない。そうだな確かにそうだな。てかお前朝礼サボんだって言ったろ。少しは会社のことやってくれよ。朝礼ってそんなのやってたんだ。会社みたい。会社ですが会社みたい言えなくて会社なの。ったく従業員としての心構えが足りん。毎回言ってるけどなった覚えもないし。こいつ居場所を提供してやってるってのに。それはそうとさここって地獄なんでしょ。なんだなんだヤバクラ坊に。そうだぞここは地獄でお前は亡者だ。亡者かどうかは別にいいとして地獄に太陽あるのっておかしいなとか思わないの？は？なんで？普通に太陽ぐらいあるだろ？太陽も月も星もぐるぐるしてるっての。なんもおかしいことはないだろ？まあ確かに人間からしてみたらイメージ的に地獄って太陽とか昇らなそうなイメージはあるけどね。そっか。それはあくまで人間がねえ、そういう先入観で持ってるだけで本当の地獄はそうじゃないのかもしれない。変なやつだな。まあ俺はそろそろ戻るか。お前も会社戻ってこい。そもそもお前会社でほとんど見かけないぞ。ずっと外をほつき歩きやがって。だって会社の中臭いしこのキリクちゃんのさ決定する判断基準って8割方は匂いなんよなまだ言ってる。気にすぎないのか。ともりや一ノ瀬は何も言わんぞ。みんな慣れすぎちゃってるだけじゃないの。てか、なんか匂う。え？俺？なんか匂う？さっきはコロッケの方が強くて匂わなかったけど、なんか臭い。いちいち人の匂いでそんな敏感になるんじゃ。コロッケ以外に何か食べた？え？昼はさっきうどん屋で済ませたし、朝は残り物の餃子をレンチンして、ニンニクか。朝からそんなものを、正気。しかもレンチンって事務所の横の給湯室でしょ。臭いに決まってるじゃん。そんなにやばいんか。急にどうしたよ、バックステップなんかして。ダメ、それ以上近づかないで。何のことかさっぱりわかんないな。ふざけてないで。あ、顔色悪くなった。こっち来んな。まあいいだろ、隣に座ってもう少しおしゃべりしようぜ。その後会社に連れ戻す。誰が隣に座るか、臭いんだよ。くっせえくっせえくっせえな。上司そんな態度でいいと思ってるのかね、キリク君。キモ、臭キモ。なんだろ、もう一回言ってみろ。臭くてキモいって言ったの。うわ、危ね、ナイフ投げるなって。公園でそんなもの持ち出しちゃいけません。そうやってレベルが上がった結果得たものはプレイスキル。どんな能力だろう。クリティカル効果アップ。あー、シンプルにダメージが上がるみたいな感じやな。はい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 攻略を進めた結果っていうかさ効率中の塊で草